立つ前に。ウロちゃんと目障りだ。心配はいらないから。いい声だ。どうか異論はない。いいだろう。軽やかに繊細に煩わせるな。ほら現場に急ぐ。邪悪な汚れもこの通り。どうか異論はない。いいだろう。私の手を。ほら現場に急ぐ。手荒く行くぞ。ストライクメーカー。どう異論はいいだろう。そこだ。よし、ヒーローも手荒く行くぞ。先を急いでいるのでな。いいだろう、同感だ。異論はない。いいだろう、同感だ。ダンダカッダーン。先に行け。煩わせるな。ストライクメーカー。マキシマムレスキュー。異論はない。いいだろう。火災発生。特殊放水車を要請する。状況判断だ。私が直接撃とう。総員退避。 UDK バーゲスト出る。町の平和は私が守る。マナーを守りなさい。拾ってロッカーに。交通整理の必要はありません。この私がいるのですから。野次馬の皆さん、お下がりを。見とれるのなら、この水流になさいませ。私、仰せのままに。私でよろしければ。お待ちください、ね、ピカピカですね。汚れに耐えている。何の他にご仰せのままに片付けます。ホテルではお静かに。こちらです。急いで。まったく。
私、他にご予定は仰せのままに。ボート、鎮圧。片付けます。ホテルではお静かに。しつこい汚れに耐えている。飛び立つ前に蹴散らして救い上げる。もう私が守ります。強者のフォロー、いいでしょう。交通規制解除、ファイアエンジン前へ。いいわ、下がりなさいマスター。アレン触覚発言、最下を払え。モーター性別ガラキン。そのつもりです。汚れていてよ、頭を冷やしなさい。カモン、ストライクブリンカいいでしょう。そのあら、いいでしょう。気になるわ。この剣で切り上げる。カモン、洗い流してあげましょう。そのつもりです。あら、サーバント、アーチャー、 UDK バーゲスト召喚に応じ参上した。私は他の妖精騎士のように海だからと浮かれてはいない。バカンス気分は持ち込んでいないので、そのつもりで。その称号と服装はどういうだと。 UDK は森林を守護する組合の名で、甲冑はそのなんだ、南国ではさすがに無理があるので脱いだ。サイズも合わなくなってしまったし。種火補給だな。受け取ろう。いけませんね、厳しくしているつもりなのについ気が緩んでしまって。
礼旦那様、ここからは本業にシフトの時間です。猫が宇宙に漂っているような顔ですが、私は森林守護騎士連盟 UDK の隊長ではありますが、ホテルブリスティのメイド長が本業です。旦那様がブリスティにご滞在のうちは、こちらの姿でお世話させていただきます。構いませんね。服装の乱れはサービスの乱れ、出力が上がろうと破れることはありませんわ。もちろんスカートの話です。給仕服にも慣れてきました。方向性は違えど、これも主に仕える従者の姿。弱肉強食の名のもと、しっかり旦那様をお守りいたします。今回の遠征はあくまで騎士としての責務、モルガン陛下の給仕をするためでしたが、だからといって用意をおろそかにする私ではありません。これが水陸両用の新武装。モルガン陛下もマスターも動物たちも人間たちも年ごと丸ごとレスキューしてみせましょう。今日の消火活動も無事終わった。あとは自由時間となるが、何？海も近いことだし、たまには羽を伸ばさないか、だと？ついにマスターからの誘いが来ましたわ。いつでも海に入れるよう、制服の下にこっそり水着を着ていた努力が報われたのね。いいでしょう。私は牙の種族、海など恐るるに至りません。まずは浅瀬で少しずつ水になりましょう。華麗な泳ぎを見せるのはその後で。妖精国の川では重すぎて浮かべませんでしたが、塩水である海の奇跡を信じて。いくらでも注ぎなさい。私に限界はありません。